はい、始まりました。企業明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録・高評価お願いします。えー、今回は、長野県の、えー、病院の看護師正社員5年目、27歳の方の企業明細です。仕事内容は、看護師として病棟で入院している患者様に対する看護業務に従事していました。看護業務としては、えー、医師の診療や、えー、診療の補助や、患者様の療養上の世話、 採血やレントゲンなどの検査の実地や補助点滴などによる薬の投薬などの業務退院後の患者様宅への訪問などの業務を実地していましたまた患者様やそのご家族様医師やリハビリスタッフなど医療チーム内の連携の橋渡し業務を実地しています必要な資格やスキルが看護師国家資格コミュニケーションスキルオフィスソフトを触れる えー、勤務時間が1日8時間で残業は大体1日2時間収入が月収30万年収430万ボーナス70万、えー、看護師になりたい方へのアドバイスとしては、えー、業務内容が大変で残業が多い割にはお給料が少ないため、えー、この方の場合は転職を考えているそうですで給与明細で基本給22万8784円金属給2700円 看護師手当7500円、純深夜手当5万、えー、早出恐れ手当4100円、超過勤務手当3190その他800円、祝日出勤手当600円で、えー、マイナス2000円引かれて、組織給29万5674円、そこから控除が引かれて手取りが21万1593円となっています、えー。今回は看護師の方の給与明細でした。 まあ5年目で、えー、支給30万近くもらえてるのは、まあ、結構すごいことなんじゃないかなって思います、まあ、その分、えー、深夜に働いたり残業が多かったりと大変なこともあると思うんですけど、まあ、看護師業界全体、まあ、頭打ちは、えー、給料の頭打ちは早いと思うんですけど結構水準高いんでいいなって思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録・高評価お願いします